ホンダ除雪機を安全にお使いいただくためのポイントをご紹介します。まずは除雪作業に入る前の準備と確認事項です。除雪をする場所は、雪が積もる前に石などを取り除き、大きな障害物があるところには棒を立てるなど準備をしましょう。作業にあたっては、滑りにくい履物、防寒性の高い上着、必ず手袋を着用してください。雪かき棒が装備されているか、安全装置は正常に作動するか、作業灯が点灯するかを確認してください。オーガ、ブロア、シューターにゴミや異物がないかを確認してください。除雪作業中は次の点に気をつけてください。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し、給油限界位置を超えないように補給してください。エンジンが温まっていないときは、チョークを操作して始動してください。始動後は、必ずチョークを戻してください。一定時間作業した後など、エンジンが温まっているときは、チョークを操作しなくても始動できます。除雪作業中は、作業範囲内に人やペットがいないかを確認してください。除雪作業中は、シューターを人や車、建物に向けないようにしてください。傾斜面を横切って除雪すると、横滑りすることがあります。滑りやすい雪面では、高速で運転しないでください。雪詰まりを取り除く場合は、必ずエンジンを切り、鍵を抜いてから、雪かき棒を使って行ってください。オーガやブロアのロックボルトが折れたときは、必ずエンジンを切り、鍵を抜き取ってからロックボルトの交換を行います。雪のシーズンを終え、除雪機を保管する際のポイントと、シーズン前の点検事項をご紹介しましょう。オーガハウジングは地面に設置させてください。燃料タンク、キャブレターのガソリンは抜き取り、燃料コックを閉めてください。バッテリーのマイナス端子を外してください。水気、汚れを拭き取り、クラッチ、シューターなどの必要箇所に、オイルまたはグリースを注油してください。長期保管に際しては、鍵を必ず抜き取ってください。シーズン前には、バッテリー、オイルなどの点検をし、必要に応じて、充電、補充、交換を行ってください。除雪作業をより安全に、快適に行っていただけますように、お使いになる前に、お買い上げの販売店での事前点検をお勧めいたします。これからもホンダの除雪機をどうぞよろしくお願いいたします。